皆さん、こんにちは。イノシマ全治6ヶ月って言います。よろしくお願いします。はい、第3弾ですね。中日ドラゴンズの、ローテーション、開幕ローテーション、2020年の開幕ローテーションを考える回の動画となります。よろしくお願いしますね。まあ、2019年中日ドラゴンズの、まあ、投手はね、まあ、開幕した投手は怪我人が多くて、すごく与田監督はね、ローテーション組むのが非常に大変だったと思いますね。はい、で鈴木博士選手もなかなかちょっと計算できることができなくてね、打たれ込んで、まあ、2軍に行ったりしたんですよね。鈴木博士投手はじめ抑えやってたんですけども、でもまあこう時間が経つにつれ、2019年の9月には確か、12球団で1位の防御率を中日ドラゴンズ取ったんですよね。はい、だからまあシーズン終わる頃には非常に投手陣も安定して、バッター陣も安定したんでね。だから本当2020年は中日ドラゴンズすごく、強くなると僕は思ってます。はい。今日はそんなね、投手陣の話をしていきたいと思います。でも投手陣でもね、2つに分けます。先発ローテーションとリリーフと分けたいと思います。今日は、先発ローテーションだけのお話をします。はい。では、猪島全治6ヶ月が考える2020年開幕ローテーションはこうなります。はい。見えますかね、こんな感じですね。はい、こうです。では説明します。まず、開幕ピッチャーは、13勝をする柳投手でいいんではないでしょうか。この名前の横にあるのは、勝ち星ですね。2020年、これぐらい勝ってほしいなっていう希望の勝ち星です。柳投手は13勝を期待しています。もともとね、柳投手はですね、中日に入った時は二段モーションじゃなかったんですよ。でもまあ二段モーションにしてから柳投手はまあ入団した時はストレートが141とか2しか出なかったんですけども、二段モーションにした途端ストレートが145まで出るようになったんですね。でストレートがこう力強くなって、そこからカーブも生きるようになって、でコントロールも悪くないんで、勝ち星を積み上げることができました。2019年は11勝しましたね。はい、なのでまあ2020年は13勝ぐらいはしてほしいと思ってます。で2021年2022年とどんどん勝ち星を積み重ねていって、いつかはね沢村賞を取ってほしいと思います。はい、柳投手は僕ね、沢村賞を取ることができるぐらいの才能があるピッチャーだと思ってます。はい、で第2戦目はですね、大野雄大投手ですね。大野雄大投手ね、2018年はね、1勝もすることができませんでした。はい、ちょっとあのね、コーチとそりが合わなくなったりしてね、ちょっとなんか自分の調整方法がうまくできなかったみたいです。でもね、2019年は見事、復活して9勝しました。そして最優秀防御率を取り、ノーヒットノーランも達成しました。おめでとう大野雄大投手ね。そして侍ジャパンにも選ばれたんですよね。やっぱね、中日ドラゴンズにはこの大野雄大選手の、力を欠かすことはできません。はい、でもね、ちょっと勝ち星はね、ちょっとあんまり今まで積み重ねることができなかったんで、2020年は10勝してほしいと思っています。でもその代わり200イニングぐらい投げてね、首脳陣を助けてもらいたいなと思ってますね。はい、そしてまたね、大野投手、またいつかもう1回ノーヒットノーランやってほしいですね。はい、で3番手のピッチャーはロメロ投手ですね。2019年は確か、8勝かなしたんですよね。まあ、2019年は9勝期待しています。はい、ちょっとね、コントロールが悪いんですよ。でも球のスピードはすごくあって球威もあります。あとちょっとメンタルがね、ちょっと浮き沈みが激しいんですよね。ちょっとカリカリするところがあって、どっかの試合やった時に、ホームラン打たれて、グローブをマウンドにこう投げつけたこともあるんですよね。ちょっとそういうところをね、直していただければね、もっと9勝、11勝、11勝と、勝ち星を積み重ねることができるピッチャーだと僕は思ってます。はい、で第4番手は、小笠原慎之介投手ですね。2018年にちょっと、左肘の手術をしたんですよ。はい、ちょっとネズミがあってそれを取りました。はい、で開幕には間に合わなかったんですけども、後半からちょっとローテーションで投げるようになって3勝しました。はい、でもね、小笠原投手もね、2桁、勝つぐらいの力はあるピッチャーだと僕は思ってます。はい、でもちょっとまだ怪我明けなんでね、まあ10、
10、11行きたいですけれども、まあ、肘の様子を見ながら、ね、投げるとして、まあ、7勝だと僕は思ってます。はい、でも、ポテンシャルはピカイチですね。2016年の高校3年生の時にね、甲子園優勝ピッチャーになってるんですね。はい、いつかの小笠原投手もね、大野雄大とこう競うぐらいのね、左のエースに成長してほしいと僕は思ってます。で、5番手はこの梅津投手ですね。うん、梅津投手もちょっと怪我が多いんですよね。2018年に入る、確かキャンプか、自主トレの時に肩を怪我しちゃったんですよね。でも、治って、後半戦にはね、ローテーションに入ってね、見事活躍しましたね、梅津投手ね。いいボール投げますよね。うん、低めにストレートがドンって決まってね。あれが低めにストレートが決まるとなかなか打てないと思いますね。はい、そんな梅津投手もね、僕は2桁勝てる力本当あるんですよ。もう柳、大野、ロメロ、小笠原、梅津はもう10勝以上できる力はあると思うんですけども、まあちょっと2年目で怪我もちょっと多いのかなと思って、まあ7勝という計算とさせていただきました。はい、でもね、10勝11勝してくれても全然構いませんね。はい、ね、東洋大学の頃からはね、ちょっと注目されてきたんでね、中日でもぜひぜひね、力を発揮して、優勝に貢献してほしいと思います。で、最後の6番のピッチャー、山本拓実ピッチャーですね。はい、山本拓実さん、はい、めちゃめちゃなんかね、頭のいい高校に行ってますね。確か西宮高校だったかな、確か。はい、西宮高校出身で、なんか偏差値がね、なんか確かすごく高いところなんですよ。はい、なので多分野球脳がすごくあるんじゃないのかなと僕は思います。で、身長ちっちゃいです。170もないですね。でもね、体全身を使ったストレートでね、147とか148とかストレート投げるんで、非常に球の力があるピッチャーです。もう身長なんかね、関係ないぞっていうのがね、すごくいいボールが投げます。はい、2018年は、3勝しました。まあ、2019年は3勝して、2020年は4勝とさせてもらいましたね。はい、まあ、多分6番手ぐらいから投げるとしたら、はい、まあ、6番手なんで、まあ、調子のいいベテランピッチャーと、まあ、代わり番号で、投げていくと僕は思っております。はい、まあでも山本投手もね、まあ、シーズンフルにね、怪我なく体力を持てば7勝8勝ぐらいはね、計算できるぐらいの投手となると僕は思ってます。はい、ね、以上が、2020年、井ノ島前期6ヶ月が考える、開幕ローテーションピッチャーですね。はい、やっぱね、こうやっぱもう一回出すけど、まあやっぱり見るとね、やっぱちょっと若いピッチャーが多いですよ。あとここに笠原とか福谷とかも入ってくるんでね。はい、まあ先発ピッチャーはね、ちょっと面白い、存在もたくさんいるんで、あと勝野投手とかもいるんでね。はい、ちょっとこれから期待できるような若い選手がいるんでね、ぜひぜひまた現地まで見に行って、応援しに行きたいと思ってます。はい、で、今回3回目かな、3回目 で第4回目はですね、中日ドラゴンズリリーフ陣と抑えピッチャーについて、語っていこうと思ってます。はい、では今日の、動画はここまでとなります。ぜひ第4回目も皆さん見てください。それではどうもありがとうございました。失礼します。